どうも皆さんおはこんばんにちは、オットジャです。もういっちゃう毎週19時おかしいや、毎週金曜19時半会場、20時ゲームスタート、オットライブダンジョンナイトメア。前回死んでしまう血中あ、嘘。そう、やられてしまってね、どうやらゲームオーバーになると第1夜からなってしまうので、第1夜前回クリアしてダーン2話です。第2話です。段2話です。段2話。あほんアーティファクトを手に入れたところで出口がわからないよ。さあどこだ。左と右、左シュー、言わない。あ、言う。よし。まあ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 、大丈夫でしょう。右と左に扉があるから。はい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 。さっき食らった。それさっき食らった。ライトオン。何も。いつも一緒にいるで、みたいなこと言ってないか。あんまり一本道に言いたくはないよね。さあもうどん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 行こう。出口を探そう。出口どこかな。こっちも開けちゃおう。なければ行くで左に部屋がある。早いな。開いた。なんだ、骸骨来てたかな。骸骨に壁際で、あー骸骨来てるね。ちょっと待ってくれ。扉に引っかかるのやめて、骸骨さん。おお、いやー、いいフォームしてるね。そうだ、その調子頑張ってね。バイバーイ。オッケー、来るなよ。で右に大きく部屋があって、すごい勢いでろうそくを手に入れてるな。出口はなさそう。出口相当明るいもんね、あれば。左側に部屋が。あ？あ、そうか。OK。で、まっすぐ行くと、さらに部屋が。オープン。よし。会いたいっす。会いたいっす。あ、さらにもう一個あるのか。ライトアップ。もう一個の場所まで見て。はい、出口ない。で、まっすぐ。これ大変だな。アプシュー。言わないね。で、まっすぐ行くか。言わないね。おお、右の部屋をチェック。ドカンドカンドカン、言わない。よし、オープンだ。骸骨はいるか。いない。いない。ドカン。あーでも墓地ドアを閉めていった方が良さそうだな。徘徊してるだろうから。うーん、ライト結構ろうそくあるからね、使っていこうかな。はい、こっち側の部屋をチェックしよう。左右何もない。こっちは
角に部屋がある。出口、出口だ。ここは私にはわかる。違う、違うな。で、まっすぐ行って左が探索か。そろそろ出くわしそうだな。頭に全くマップ入ってないからね、今出口のことしか考えてないから。あーあー、出たー、こっち来る。やめてくれ。わかった、悪かった。あーあーあー、怖い。これが一番怖いな。で、角部屋が一つ、角部屋と行き止まり部屋が。ああ、特に何もない。そろそろ、そろそろ来ると思う。俺は一本道だな、ここは。左、うん、まっすぐ行って出口をまっすぐ。骸骨はいない。あ、ない。あ、急になんか赤文字が出たような気がした。左は、お、扉か。出口、出口ない。あー、もうライトがないね。まっすぐ行って骸骨さん、暗い。どっかかって、あれ、ここか。おー、どうも。あー、出口じゃない。出口どこ。左に、ずっかー沿いに行く。あーどうも、あーどうも。うーん、暗いな。何、ドカーンと音聞こえてくる。こっ、あ、こっちか。あんまり走っちゃうと、もしなんか出てきたら逃げられなくなっちゃうから、動きが遅くなるのはあれなんですよね。疲れてる、主人公が疲れてるっていうことらしいので、左上の方、おお、行ってみようかな。ビビってないよ、うん、全然ビビってない。右側、扉がない。あ、骸骨さん、チーズ。おお、またつまらぬ膝を治療してしまった。うわ、パンパンパン、びっくりした。超びっくりした。一番びっくりした。はい、クリア。よし、とりあえず第4夜目まで戻りたいところだね。よし、7分54秒いいんじゃないので、この調子で、まあね、本来そのゴールドとかを集めるゲームでもあるんですけど、ちょっとやられた分を取り返すために私は早めに行きますよ。さあ、第3夜スタート、ゴー。あー、初っぱなからアーティファクトがあればな、嬉しいんだけど。マップチェック、わーお、わーお、出た。これアーティファクトが見つからないともう大変なんだよな。お、この中に入ってる。うわー、すごい。私は予言したぞ、この中に予知したか。オッケー、さあ、また出口を探すのが大変な旅の出発だ。自分でびっくりしちゃった。起きろ。こっち側行くか、こっち側か、左っぽ、ちょっと左から行こうかな。ドアだけ閉めといて、
ガイコさん、チーズ。チーズ。開けて。出口ではない。こっちが気になるな。こあー。やめて。あ、なにここ。怖い。前からなんか来る。おお。なに。あ、怖い。え、なにこれ、どうなってるの、ちょちょ。めっちゃ音がでかくなってる。前に進むと音がでかくなってる。あと、どう？ほう、なんなのもう。やめて、俺をいじめないで。私をいじめないで。ちょっと、いやー怖い。なんだ、怖すぎるぞ。引き戻を、いやでもこっち側に俺は出口あると思うんだよな。ライトアップ、ろうそくゲッチュ。あんまりゴールドは取りたいと思わないな。さあ、ちょっと走って。どう？一回閉めよう。何もない、何もないな。一回落ち着いて、はい。あー途中、あー、いや大丈夫だ、チェックしてあるんだよな。途中あったのあれは部屋か、そっちをチェックしようか。ここを左か。ここを一個抜けて左。ズン。ズン。出口を、出口を来い。なんかいない？ここはな。おお、びっくりした。お、扉か。ここが出口だったりして、はい、そんなことはない。よっしょ、まっすぐ行って左、右、右かな。外国産チーズで、こっち側、はい。ちょっと走りすぎだな。落ち着いていこう。オープン。引っかくような音が聞こえたような。いやー現状すごいいいペースでそのアーティファクトは手に入れられてるけど、彼女が来るぞ。どっち行こうか。2つルート、上から右下に行くような形で行こうかな。閉めるだけ閉めといて、前から来たらすごい大変だけど。出口や、出口どこだい。あー、大骨さん、オープン。多分やめて、久々の音だけでビビらせに来てるやつだな。出口は明るいからね。おお、どん。こっ
内側から行ってチェックしたチェックした。おーおー、2体もいたのか。じゃあな、これぐらい離れれば大丈夫。結構近くないとあれなんだね、後ろくっついてこないから。左側に一つ部屋オープンないな。まっすぐ、あ、こっちからもう行けるな。こっちから行くか。怖い。怖い怖い怖い、あれに近づきすぎるとなんか叫び声。まっすぐ行って。最後の最後に何ですか。はい、第3夜クリア。よし、第4夜まで戻ってきたぞ。あのね、現状これ多分ランダムなんですけどね、そのアーティファクトとかある異物がある位置は。現状私は運がいいんだとは思うんですよね。出口より先にアーティファクト見つけられるんだもんな。出口はあんな感じで分かりやすいからそこまでね。えアーティファクトが宝箱に入ってるパターンがね、全部調べていかなきゃいけないから。さっきみたいに骸骨が2体いたりすると宝箱を上げるのも大変なんだ。来い来い、アーティファクト、アーティファクト。はーい、もうないかもうないか。さて、こっから先は、あー、このステージが第4位は前回と同じじゃないかな。右、やっぱり手前の行き止まりの方から調べていかないとね。で、前から来るんだろう、どうせ。頭に刻み込め、まず人だよ。あ、怖い。その絵は怖いんです。ズカス！アンド骸骨。ちょっと。ああ、大丈夫だ。こんぐらい離れてれば。骸骨に見られてるのにドアがあるってのは。まっすぐ、いや、でもちゃんとチェック。しないとアーティファクトが入ってる箱とか。あ、すごいロウソクあるな。なんだ、こっち左チェック。壁の色がやばくなってきてるね。はいはい、まっすぐ行くと、お、部屋があって、よし、開けて、骸骨は広いね。あ、広いんだね。あー、外れ部屋か。宝箱の一つもありやしね。またこれで出くわすパターンそんな気がするよ。だんだん、あー、いやー、なに、どうなってる、あっつ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 、もうやだ、本当に悪夢だこれ。だだだー、ちょっと逃げ道ないよ。角に行って体力を温存して一気に巻くしかないな。来るぞ、やつが来る。あー、ドアが、ドアが今叩かれております。
ミイラマンがそこにいますが、しかしこちらへ来ないうちに、ちょっとここで待とうか。どうやら暗かったようで見えてないみたいだね、奥にいる私が。ただそこにいるんじゃないかな。もうこのスタートね、ハーティファトクとオチョチ探してられないんだな。まあ行くしかないか。どこへ行った？私はここだぞ。戻ってる後ろを私通ってるって形になるもんね。ダメです、慣れないな。結構移動速度速いのかな。どっち行ったかな。お、こっちは行ってないね。消えるのかな。やだ、一回閉めて。アーティファクト先生、我が元へ来ていただけると嬉しいのですが、移動してるな。そうだな、どこ行こうかな。前にいるかな。会いたくないね。いないぞ。あら、全然。あ、広い。ちゃんと宝箱がないかをチェックして。あっ、今アートファクトあったな。来いや。来ないんだよね。来いやって言うと来ないんだよね。まあじゃあ来いやって言えばいいのか。そういうことか。アーティファクトゲッチュ。あ、だ何が何書かれてるかわからない、もはや意味不明。はっ、アーティファクトを手に入れて出口。やった、やりましたよ私は。よし、第4夜も生き延びた。さあ第5夜だ。すげえ、アーティファクト置いたら横に出口があるとはな。よし、第5夜。なあ、さあ行くぞ。全部の宝箱は探してね、できるならっていうふうに書かれていたが、広いね、アーティファクト。一応言うだけ言ってみるかみたいな。アーティファクト、さあ始まりましたな。起きろ。嘘はやめて。はあ、このタイプか。道が長いね。左側から攻めていくか。マップから見て左、私から見て右だ。行くぞ。で、右。怖いよ。暗いよ。狭いの。いやーだよ。あー出た。あー、ライトつけたばっかりでそういうのやめて。来いや。来たー、違う方来たー。熱い熱い熱い。はっはっ、落ち着いて落ち着いて。はい、オープン。
出口ではないが、青外国さんチーズ。それだけかな。はい。落ち着いて俺。音にびっくりするね、あれは。ドーンとビュンと。左側とまっすぐ行く道があるんだが、まっすぐ行くか。ミイラさん、どちらですか？うわ、で、右に曲がる。まっすぐ行くこともできる。ああ、もうライトがない。ライトがないぞ。骸骨だぞ。直立不動なんだよね。あ、ダブル骸骨か。いや、視覚認だけして、ダブル骸骨の場合どうするんだ。意外と彼らも暇じゃないんだな。うわ、近かった。はいはい、お邪魔するよ。オープン。アーティファクトやーい。で、見ようか。広いんだな、ここは。宝箱。ああ、またわけわからないパターン。ゴールドか。体力温存しつつ、下側の方をね、埋めていくぞ。どちらかを先に見つけたい。どこか通ったことあるところで宝箱取り逃しちゃうと本当に大変だから、それだけはしないよ。後ろにね、来てるよ、来てるよ。あらら、後ろから来てるよ。ドアを開けられたら、この柱で避けて、後ろから来てたよ。どんぐらいのスピードで移動してるのかな。今開けてね、開けた瞬間目の前にいるのはちょっとちょっと嫌だよ俺は。いけるかな。でも今通ってきたってことは、その後ろ側通った方が良さそうだよね。ここ出てすぐ右曲がれる方向、多分通ってると思うんだよね。後ろずっとうまいこと行くか。いる？様です。あ、やばい、前から来る。そう来て、そう来て、そう来て、ひょー、やめて、避けられる。開いた、開いた、開いた。オッケー、私の頭の中にはマップが見えるぞ。
サラダバー。まっすぐ逃げよう。あ、やばい、覚えた覚えた。出口見っけ。赤いこと骸骨に、あ、やめてください、ちょっとダメですよ、動いちゃう。背中を取られてしまうと下手すると逃げられないからね。アーティファクトだ、お前はアーティファクト。違うね。よし、こっちが、こっちが行こう。で、アーティファクト見つけたら出口に走るっていう感じかな。一本道で多分ぶつかっちゃうと逃げられない、あの子は。だからうまいこと、バイコさん、チュース。先にこっちを見とくか。ダメだぞ。さあ、あ、チス、チス、チス。遊ぶなって。動いちゃダメだよ。チェスト。アーティファクトは。ないか。動いちゃダメだよ。出口はいいとして、一本道では出会いたくない。ああ、共鳴で、この先の部屋にアーティファクトがないかをチェック。暗いな、宝箱。おお、びっくりした。宝箱はない。で、こっちは、はい、どうも。まっすぐ行って左、オープン。そろそろいいんだぞ、アーティファクト。調べられてないところは、もうすぐに右側行った方がいいな。ここは俺が閉めた。で、左、気をつけろ、骸骨ちゃんに背中を見せるな。で、まず前に部屋があるか。何もない。で、右、いや、左の部屋も、あー、宝箱ないね。ライトアップ、骸骨と、おう、またつまらぬ骨を治療してしまったな。で、こっち、はい、まっすぐ行って、上に結構たくさん部屋があるんだな。そろそろ出くわすかい。オープン。置いてあるタイプの、違う、置いてあるアーティファクトはすごい見やすくて分かりやすいんだけどね。来い、
来るはずがないだと。上に4つ部屋がある。そこの宝箱を調べよう。宝箱、あ、じゃあ部屋じゃないのか。扉はついていない。骸骨さん、宝箱はない。どうもどうも。よし、扉だ。何も、骸骨だけいる。よし、開けて。骸骨さんはいないけど何もない。結構何もないね。ああ、だいぶ埋まってきた。いけそうじゃ。喋ってる途中にね、シュッとかやられるのは結構来るよ。精神的にやられそうになるよ俺が。部屋がある。オープン。皆さんの応援があってこそのね、頑張れてますから。応援のこ、よろしくお願いいたします。絶対一人で本来こんなゲームやってくって言ったら失礼だな。このゲームを作った方からもね、ツイッターの方でメッセージいただいて、いや、こちらこそありがとうございますっていうね。左側です。だいぶ骸骨。何もない。お？おお、繋がってるのか。マミーさんどこですか？骸骨さん？フライングですよ、ダメですよ、まだ動いちゃ。おお！おお！びっくりした。ここは広いね。ライトアップ。あ、ここは広いね。いや、でも来たことないな。開けて、アーティファクト。これは来た。よし。で、道は、あ、素晴らしい。左、まっすぐ左。見える。私には出口が見えるぞ。走れ。よっしゃ。よし、順調だな。オッケー。はい、ちょっと時間いつもより長めなんですけど、今回はここまで。次回クリアになるかお楽しみに。本日はまたな。